準備ができたら行くぞ。あの妖魔たちを長く放っておくわけにはいかない。強いやつはどこかな？ここの邪気は。なんだか身の毛がよだつぜ。西洋ナブを使いここの御所を立つ。平常心を保つことに集中しろ。魔人の邪念に飲み込まれるな。わめくがいい。聞いたことがないが、恥知らずの嘘つきだよ。この話は聞いた後で、まずは戦いに集中しよう。ここだ。Yeah.
くだらない。妖魔に疲れた奴がこんなに。少しで覚醒革新天君とは何者だ。オイラが説明しよう。願いを叶える仙人などに騙される人がいるなんてな。仙人であるショウには願いを叶える力ってあるのか。昔のリーユエには老説して得ようとする者はいなかった。数千年前のリーユエの民が必要だったのは自分たちの住むところを守る力。でも今の時代の人々にとっては願いを叶える仙人の方がいいんじゃないか。この時代がどれだけ軟弱であろうと我とは関係ない。我は帝君の意志に従うのみ。オイラまた間違ったことを言ってしまったみたいだぜ。そうだ、あの偽仙人は禁忌滅却の札っていう魔を退治できるものを持ってたんだ。そんなもので退治を愚かな。消さずして退治など通りで全てここに集まるわけだ。このままでは我の手に負えなくなる。禁忌滅却の札をそいつの手から回収する。やっぱりオイラの仲間だぜ。オイラもそう思ってたんだ。ちょうどこっちには正真正銘の仙人もいるしな。いや、我が撃つのは妖魔のみ。人は殺さない。おや、殺すとは言ってない。確かにそいつが悪行をやめればリーウェにとっても有益なことだ。我に無誘諸教法という術がある。本来は眠りについた魂と体を引き離すのに使うが、これを応用すれば他人の魂を呼ぶこともできる。おお、これが本当の戦法か。これを行うには儀式をする必要がある。悪いが航路を一つ、七星灯を七つ、それと温度を下げられるものを少し用意してくれないか。湿度を下げられるもの、無氷花とかがいいんじゃないか。でも航路と七星灯はそこら辺に落ちてるものじゃないよな。天光山南部の道路脇に夜叉石像が2体あるのは知ってるか。リーウェの先住民がその近くに寺を建て夜叉を祀っていたんだ。そこでなら祭事に使われて全てが揃い、夜が来たら夜叉石像で我を待て。やり方を教えてやる。